リアン、お前が参加する意味は分かっているんだろうな。組織が有利になるようにお前は動くだけでいいからな。一応ルールを説明しておくぜ。お前の戦う相手は組織から指定がある。それを俺がお前に伝える。指定されたファイターと出会ったら戦いはスタートだ。最後に立っているものが勝者だ。どうだ、分かったか。おっと、一つ言い忘れたが、負けた場合は The End。 な、お前ならよく分かっているよな。そろそろ一人目の相手が来たよ。さっさと始めるぜ。後悔しても知らんぞ。ラウンド1ファイト。次は終わりだ。さて、次の相手はチェ・リムだ。やっと来ましたね。行きます。ラウンド1吠えてばかりじゃ野良犬のままよ。さて、次の相手はテリー・ボガード。
眠りなさい。さて、次の相手は K ダッシュだ。うざってえな。誰だてめえ。ラウンド1ファイト。K.O. Winner! Round 2, fight! K.O. Winner! 荒々しく吠えてばかりじゃ、野良犬のままよ。さて、次の相手はレオナだ。目標確認。五感を研ぎ澄ますのよ。ラウンド1ファイト。吠えてばかりじゃ、野良犬のままよ。さて、次の相手は朝宮アテナだ。アテナ、行きます。アテナ、行きます。ラウンド1ファイト。
で穏やかに眠りなさい。これでお前の役目は終わったぜ。まだ終わってないわ。最後の相手をまだ倒していない。おい、もう終わったんだ。リアン、やめてくれ。俺がデュークに殺される。お前の役目は終わったはずだ。何か不満でもあるのか。お前は俺の言う通りに動けた。最後の相手はこの俺だと。暗殺に失敗したお前を雇ってやった俺を倒す。面白い。かかってこい。俺の手で終わらせてやる。しかし代価は払ってもお前の血でな。ラウンド1ファイト。なかなかやるな。正直ここまでやるとは思ってなかった。しかしここからは本気で行かせてもらう。ラウンド2ファイト。二度も失敗するとは。パパ、ママ、殺した男、デューク、絶対に逃がさない。たとえ骨のかけらに姿が変わったって、私はお前を安らかに眠らせない。